暴れん坊将軍。時は春、江戸っ子はいつも変わらぬ祭り好きである。そしてこの一番みこしに景気をつけるのは、粋でいなせな江戸っ子の花ともてはやされたまとい餅の中でも威勢の良さで知られる恵みの面々である。あら、危ねえぞ危ねえぞ、どこどこどこ、組頭辰五郎の底抜けに明るい顔がある。女房のおさいも妹のお町も今日は格別張り切っている。源蔵がいる、常が、鉄が、九がいる。祭りは今最高潮である。ほら、ポンコツのパッチンじゃないか。頑張らないと魚の池悪くなっちゃうよ。はい、頑張ります。どうしちゃったのかしら、新さん。お祭りには姿見せるって言ってたのに。新さん、人呼んで徳田新之助。無論身分を知らずに密かに思うこの娘の知るところではないが、八代将軍吉宗の仮の姿である。聞こえぬかじ。え、何がでござりまするか。林田、祭り林だ。そのようなものがここまで聞こえるはずはございますまい。天下を取り締まるお定めなき百箇条、まだまだ吟味していただきませぬと。分かった分かった。何も祭りに行くとは申しておらんではないか。だがこの時、芝の一角で始まっていたのは祭りだけではなかった。お嬢さん、どうしたんだよ。何とか言ってくれよ。いいんです、私。いいって何が。そんな立派な縁談が終わりなのに。いいんです、私のことなんか忘れてください。何を言ってるんだよ、志乃さん。俺はあんたが好きだ、好きなんだよ。俺が祝言を挙げたい相手はこの世にあんたしかいないんだ。待っててくれ。お仲人の目付に会ってはっきり断ってくる。津川様。
すみません。姉ちゃん、ただいま。みこしそこまで来てるよ。見てこいよ。俺は買ってやるから。姉ちゃん？どうしたの？目安箱は享保6年西暦1721年8月に設置された吉宗の画期的な政策の一つである。政治への不満、虐げられている者の訴え、それは庶民と将軍を直接つなぐただ一つの架け橋であった。箱に入れられた訴状はその月の当番の目付の手で箱から取り出され、お側御用人を経て将軍に渡されるはずなのだが、露骨これはなんと、これじゃどんな願いも将軍様に届くわけがない。目安箱に出てからもう20日も経つ。なぜだ、なぜ何の音沙汰もないんだ。え、なかった、そんな訴状はなかったとおっしゃるんですか。何を驚いておる。わしが上様にお渡ししたんじゃから確かな話じゃ。そんな、そんな。何のことだ津川、わしが訴状をどうかしただと。お目付、訳をお聞かせください。呉服問屋兄弟の娘との縁談の仲立ちをなさったのはどういうわけですか。お前に両家の嫁を世話してやろうと思ったまでだ。それだけのことならなぜお篠の命まで奪ったんですか。何だと、乱心したか津川。いや、そうです、あなたが浪人を使って殺させたんだ。そうでなければあなたが訴状を隠すはずがない。お目付、なぜだ。津川、何を残るんだ。状況を入れろ、訳を入れろ。離せ、離せ。何者だろう。お世話の命を何で奪った。何せ津川、しがない魚屋の娘一人、あんたにとっては虫けらも同じなのか。殺したわけを言え、殺したわけを言え。乱心者じゃ、つまみ出せ。殺せ、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 殺死がない魚屋の娘一人、あんたにとっては虫けらも同じなのかとそう申したのか。はい、津川文之進は勝ち目付の中でも一番の若輩者、しかもお目付兵道内善殿はその津川文之進のために兄弟の一人娘との縁談話を取り持ったそうでござりまする。兄弟よ、御用達ではございませぬが江戸でも指折りの呉服問屋でござりまする。ところが津川目には以前から思いをかけた町娘がおりました。それが魚屋の娘か。はい、その娘が津川の縁談を聞いて悲しみ、喉をついて自害をいたしました。自害、それもいわば津川の踏み持ちが招きましたこと。それを恨んで兵道殿に斬りかかるとは思ってのほかでござりまする。
上様のご裁断によって妻は雲之進は切腹、妻は一家眷属の者は当分の間謹慎との厳しいご処置が至当かと。お役御免、それでよい。え、上様、妻は雲之進はこの御城内でお目付に切りかかり、この件の探索至急忠相に命じてくれ。どうも気になる。では兵道殿に疑惑があると言われるのか、越前殿。加納様、ここ数年の間に兵道殿の進言によって御用商人が三軒も出入り差し止めになっていることをご存知ですか。おうおう、いや、それは聞いておるが、まさか賄い金を目当てに兵道殿が仕組んだものとの噂があり、それがしすでに極秘に探るようにと上様から命を受けております。いや、しかしこたびは妻は文之進の縁談で魚屋の娘が自害を、いや、どうも賄い金には関わりがないようじゃが、上様は一体何を考えてお、あ、しまった。先に兄弟を探ってくれ。かしこまりました。が思いをかけた娘は浅草魚勝の娘おしん。二親は病死して弟勝平と二人でけなげに商いを続ける評判の娘でございました。才蔵、兵道内膳を探れ。敷居はまたぎません。感動されてほっとしたようだな。感動されれば少なくとも家族に危害が及ぶことはない。違うか。貴様何者だ。そうすぐに頭に来るな。世の中敵ばかりではないぞ。何者だと聞いている。私は徳田新之助、部屋住みの暇人だ。面白半分か。余計な世話焼くな。あんた本当に何者なんだ。一体何のために俺につきまとう。やめろ、姉ちゃんに近寄るな。勝つ、こんなもん、こんなもん。何をする。嘘じゃねえか。将軍様が取り上げてくださるなんてまるで嘘っぱちじゃねえか。待て勝つ、それにはわけが。寄るな。勝つ、姉ちゃんを殺させたのはひょっとしてあんたじゃねえのか。兄弟の娘と一緒になりたくて邪魔な姉ちゃんを。何を言うんだ。離せ、くそ。やめくれ。俺まで殺そったってそうはいかねえぞ。俺もう誰も信じねえ。俺一人で姉ちゃんの敵を取ってやる。勝て、勝て。教えてください。教えろ。あなたがどこの誰だろうと構いません。ドラクでも面白半分でもいい。この件で何か知ってることがあったら教えてください。待て待て、呆れたやつだな。では何も知らずに
お目付に切りかかったっていうのか。何を言うんですか。お篠さんが殺されたことだけははっきりとしています。あの勝平が下手人らしい浪人連れを見ているんです。何、なぜそれを早く言わんのだ。それならあの弟もいつ命を狙えるかわからんぞ。あら、新さん。お兄ちゃん、新さんよ。ちっとも来ないで心配してたんだから。すまんすまん、頭いるか。そうだったんですか。いや、津川さんとお篠さんの噂は勝平からちょくちょく聞かせてもらったんで知ってはいたんですがね。とりあえず下手人の顔を見たという勝平を探し出すことだ。力を貸してくれんな。はい、それはもちろんですよ。でもね、新さん、こいつは追いそるとはいきませんよ。いや、勝平のやつがね、お篠さんの泊まりが終わった後、いまだにうちに帰っちゃいねえらしいんですよ。やはりな。身の軽いあいつのこった。夜は橋の下にでも寝ながら浪人のいそうなところを当たってるんだろうな。けどまあ、俺たちみんなで手分けするな、兄貴。ああ、きっと探し出せるさ。それじゃあ、みんな手伝ってくれんですか。これは当たり前だ。火消しはな、火を消すだけが火消しじゃねえもんな。たかが言ったんでよ、人が殺されるなんてそんなバカな話があってたまるかっつうんだよ。そうだろ、お前ら。よし、支度してろ。おい、ちょっと待っておるかしら。実はもう一つ頼みがあるんだ。この男の住まいと仕事なんだが。住まい、いや、この長屋なら何とかしますが。 おめえさん何できるんだ。剣術は自信があります。剣、これは飯の種にならねえぞ。読み書きそろばんも一通りは。そろばん、よし、決まった。おさえ、うちの勘定係にどうだ。勘定係。そうだね。今までね、私がどんぶり勘定でやってたもんだからね、明日のお米にも困ることはしょっちゅうだったんだよ。これからさ、長屋の掃除洗濯くらいこの私がちゃんとやってあげるからさ、ねえ、頑張ってね、ブルッパ。おお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 。その日から津川たちの勝平探しが始まった。おい、この男知らないか。おお、鴨屋さん。すまないな、こういう男知らないかい。これはこれはいらっしゃいませ。すいません。だが勝平の行方は用としてつかめなかった。そして同じ頃。あ、いらっしゃいませ。いつもご贔屓に預かりまして。どうも。あ、旦那様は奥でお待ち申し上げております。さあさあ、どうぞ。それじゃ。ありがとうございました。ちょいとお姉さん。それではお目付様の目論見通りにことは運んだわけですね。うん、世間も奉行所もお篠は失言ゆえの自害と信じきっておる。例の津川文之進は。お目付が殺したなどとわめいてお役御免になったが何、案ずることはない。あやすとであの縁談話が全くの見せかけだったとはまるで気づいてはおらぬわ。見せかけ。それなら一安心でございます。誰もいない夜更けの屋形船、例の件の密談をしていましたところ。すいません、すいません。あの娘に話を聞かれてしまいました。いや、あの時はまさに肝を冷やしました。お篠が津川文之進と良い仲なのをもっけの幸いと、にわか仕立ての縁談話で自害に見せかけて口を封じるとは、さすがは知恵者のお目付様でございますな。どうぞ。高倉様。そしてその明くる日。どうか
もう一度お調べくださいまし。お納めした反物の数が足りないなどということは決して。くどいっつよ。これでその方の手違いは三度目だぞ。もはや御用達の資格は失ったと申せよ。そんなこれまでだな、木瀬屋。今後出入りはまかりならん。そうか、例の一件とはやはりそのことか。は、先ほど木瀬屋に代わって新しく京田屋を御用達にするとの報告が兵藤殿より評定の間にあったそうでございます。京田屋から大枚の賄金が渡されるのはまず間違いのないところでしょうな。魚勝の娘はたまたま船での行商を終えての帰路、その密談を聞いてしまったのでございましょう。娘にはおそらく聞いた話の意味は分からなかったんだろう。分かっていれば津川文之進に話したはずだ。そんな娘を殺した方が安全だという、ただそれだけのために。帰ってたんですか。まあ明かりもつけないで。ご飯の支度してきましたよ。勝平さんまだ見つからないんですってね。10日になるっていうのに。消えないんです。お篠さんのあの明るい顔がどうしても目の前から消えないんです。半年前、すごいにわか雨で雨宿りに飛び込んだ店が魚勝でした。いらっしゃい。お客さんじゃないんですね。どうぞ、雨宿り。ついでにお魚買ってもらえたら嬉しいんだけどな。あんなに生き生きとした娘さんを見たのは生まれて初めてでした。あ、それからこっちのタオルとね。はいね、はい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 、結構でいいか、いいか、はい、はい、どんどん入れて、どんどん。お篠さんに会ってから世の中が何もかも変わって見えました。するとそれは俺一人の勝手な言い分で、お篠さんには迷惑だったのかもしれない。私のことなんか忘れてください。お篠さん、本当はもう俺なんかから離れたかったのかもしれないのに、なのに俺は。違います。お篠さんもあなたが好きだったんです。好きだから身を引こうとしたんです。好きだからこらえようとしたんです。何も分かってないんだわ。お松さん、お侍ってみんなそうよ。何も分かってないのよ。お松さん。どんな。あ、新さん。それよりも一つ分かったことがある。お篠さんが殺された本当のわけだ。あら、ごめんよ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 。え、見つけた。おい、ゲゾ、勝平見つけたんだな。あ、いえ、見たってやつを見つけたんです。なんでも四人連れの侍の後をつけていったとか。侍四人。新さん。お前さん、かっちゃん危ないよ。
ろう。カシラ、ここで二手に分かれよ。姉さん。やっぱりてめえらだったんだな。姉ちゃんをやったな。くそー、姉ちゃんの敵。とどめを刺してやれ。お、待て、待て。切られちゃいません。すいませんが、龍君の声連れてってくれますか。わしはちょっと間に合い。分かった。やはり兵道の家来か。この野郎ギャーギャー江戸っ子だろうが。おい、いいか、ほらーっと、しっかりしろよ。おだいとき、ほらーほっせっほらーっと、よし、いいだろ。ほらーほっ、あれ勝て、おい、関取、死んじまったよ。だが、いえ、気失っただけだよ。関取、ご苦労だった。いえ、三日もすりゃ動けるようになるんだろう。くそー、薄汚い前内勤欲しさのためにおしのさんを殺した上、勝家までも。待て、兵道を切ります。止めなってもよ。若いの、どうしても行きたけりゃ俺を殴り倒してから行け。どけ、どいてくれ。どけ、どけ、どけ、どけ。生かしてくれよ。俺なんか死んだ方がいいんだよ。生かしてくれよ。どけよ。文之進、まだ分からんのか。あの男に煮えくり返っているのはお前だけではないのだぞ。魚屋の娘一人、ただの虫けらと同じなのかとお前は言ったそうだな。目付や兄弟にとってはお前も同じ虫けらに過ぎんかもしれん。そのお前に殴られて、なぜ関取がこらえたと思う。ただお前の命を守りたいからだ。
虫けらのお前の命をだ。若えな、随分聞いたぜ。すまない関取、すまない新さん。俺も誰も信じられなくなって、すいません。近いうちに兵藤と兄弟は必ず会う。勝負をかけるのはその時だ。はい。おりました。ご案内いたします。新さんたちを呼んできます。それまでここを動かないでおくんなさいよ。よこだんすね。よし、いいかおめえら、巨大屋踏み込んで取り引きの現場を押さえるんだ。いいな。おお、よし。まだか。グズグズしていた取引が終わってしまう。もう我慢できる。バカな。野崎者、神妙にしろ。ストレイク。今頃は津川のやつ、町方に囚われてることだろう。さすがはお目付様で。では遅ればせながら御用達にしていただいたお礼を。ではお納めを。兄弟を使っての駕籠抜け、まずは見事と褒めておこう。だが裏口にも見張りがいたのにはさすがのお前も気づかなかったろう。礼者、名を名乗れ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。どこかで見たような。切って、せいった。
兵道内膳に将軍直々のお呼び出しがかかった。苦しゅうない、表を上げ。今日の目安箱に妙な訴状が一通入っておってな。それによると、その後が呉服問屋京田屋が主人藤兵衛より賄をもらうために御用商人の便宜を図ったとある。さらにはその秘密を知ったと思われる町娘を家臣二人に浪人を装わせ殺させたとある。滅相もございません。一体誰がそのようなことを。じい、当初の主は何と言ったかな。あ、はい、徳田新之助と申す者でございまする。徳田。ほう、その方知っておるのか。いいえ、上様、そのような風来坊の申すこと。風来坊。何故風来坊とわかる。はっ、それは兵道、お互いもう下手な芝居はやめようではないか。天下の風来坊、徳田新之助だ。上様。もはや、これまで。兵道殿。祭りがたなな、が、変わりは、せねえな。一方、京田屋藤兵衛は財産没収の上返答。津川文之進は無論お咎めなしと決まった。信じられない。姉ちゃん、どうしてこうなったのか俺にはさっぱりわからねえけど、将軍様が姉ちゃんの敵を取ってくれたんだ。この世の中、まんざら捨てたもんじゃねえみてえだ。この野郎、生意気なこと言ってぼんやりしてねえでしょぼいしょぼい。魚臭しちまうぞ。そうだ、じゃあな姉ちゃん、また来ら。どうも。うん、文さん、お召しさんもよかったな。お城へ戻れるようになってよ。いえ、俺は城へは戻りません。はい。徳田さん、私をあなたの家来にしてください。家来。何を言ってるんだ。風来坊のこの俺に家来など隠さなくてもいいんです。あなたは本当は上…ちょっと待った文さん、いけねえいけねえいけねえよ。それ以上言っちゃいけませんよ。新さんが上様ってことはね、絶対に極秘なんだから。え、新さんが上様。うん、そんな知らぬこととはいえ、今までのご無礼、平にご容赦を。ちょっと待てよ文さん、お前さん新さんのこと見抜いたんだろ。
だから今上様って。とんでもない。私はただ上様にお仕えする特別なお方と言おうとしたんです。また早とずりしちまった。どうどうまあいい、バレたとあっては仕方がない。文之進、これからはお前にも協力してもらうぞ。はい上様。じゃなくて新さん。そう、新さんだよ。新さんでいいんだ。これから新さんって呼ぶんだよな。はい。さあ座ってねえで立ちな。さあ立ちな。おい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 、どうした。いや、そのあんまり驚いたもんで腰が抜けちまったようで。腰が。そしてこの一件を境に将軍と庶民をつなぐただ一つの架け橋、目安箱は必ず吉宗自らの手で開けることになったという。しないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。私は誰にも会っていません。三本で三十人。やめて、やめて、お願い、やめて。足立ヶ原の宿で禁制を破った山口は神仏の加護を受け救われたが、その方どもには救いはあるまい。暴れん坊将軍、紅蓮の炎に鬼を見た。どうぞお楽しみに。